チェンクの公式ウェブラジオチェンラジ。皆さんこんにちは、緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。チェンクの公式ウェブラジオチェンラジ、今週もスタートしました。はい、というわけで、はい、先日行われました、チェンクの4周年リアルイベント、ゆぐど祭2017にお越しくださった皆さん、本当にありがとうございました。もちろん生中継でご覧になった皆さんもいらっしゃったと思いますが、はい、盛り上がりましたね。そうですね、やっぱ普段はね、あのファンの方となかなかお会いすることできないんですけれども、うんうんうん、こっちが思っていた以上に熱量を感じましたね、うん、感じました。暑い暑い夏を、うん、感じましたけれども、私たちはね、あの私とあやちゃんは公開録音のみの参加だったんですが、はい、お二人はその後の夏の陣などにも参加されたということで、はい、うん、そうですね、そこはもう一ファンとしてね、なんかランキングがすごい面白かったですね、そうだね、なんかあこんなに情報取れるんだって思って、あのうちら以上にファンの皆さん盛り上がってましたね。そんなに君たちデータ好きなの？リアクションがなんか楽しかったですよ ね、はい、なんか一体となってなんか盛り上がってましたね。はい、というわけでそんな感想なんかも届いておりますの で、この後メールなんかもたくさん読んでいきたいと思います、はい、ちなみに皆さん、チェンクロ4周年のログインボーナスちゃんと手にしましたか？はい、あのあれですね、ダブル SL 限界突破する、そうなんですよね、びっくりしませんでした？びっくりしました。ある日突然、まあね、ずっと欲しい欲しいって言っててやっと手に入ったんですけど、使った人まだですもう使えなくてなんか、いやその気持ちは分かるんですけど、うん、今井さんでもそうなんですか？いやもう全然です、もう本当にこれからだって あそうか、使うキャラクターがいない。いや違う、使いたいけ ど、まあ、確かに、あでもいや、うん、でも使いたいけど、私もったいながりの精神であ一枚ですもんね。そう、なんか自分のキャラに使いたいなと思って、うん、ちょっと自分のキャラの強いキャラは全部ね、あの全部強いのよね。ねえ、もし誰かあの使ったら教えてください。何に使いました？ですね、ついにこれに使いましたっていうので、皆さんもぜひ受け取ってない方はね、確認してみてくださいね。はいはいはい、それでは始めていきましょう。チェンラジスタート。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りします。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、改めまして緑川光です。今井あさみです。内田彩です。高木ゆりかです。では皆さんからメッセージがじゃんじゃん届いておりますので紹介していきましょう、はい、題してアルカナメール。はい、こちらくまこさんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、こんばんは。こんばんは。東京ビッグサイトで開催されたイグド祭2017、お疲れ様でした。お疲れ様。ステージイベントや展示、プレイヤー同士の交流広場など、イグド大陸を巡りながらチェンクロを愛する皆さんと絆を深めることができて本当に楽しかったです。中でも柳田さんをゲストにお迎えしたチェンラジ公開収録の生ラジオドラマでは、久しぶりに大好きな3兄弟が揃って大感激。まさかの結末に驚きつつも、穏やかな人ほど絶対に怒らせてはいけないのだなと深く胸に刻んだ楽しいラジオドラマでした。他にも隊長たちの帰還編といった心躍る新情報や、9月にはサービス開始1500日到達と夜明けの大会登場3周年を迎えるそうなので、未来に向かって加速するチェンクロを引き続き応援したいと思いますといただきました。ありがとうございます。ファルベ大活躍でしたね。そうですね、楽しかったですね。そう、なんかちょっとなんか何週か前 の、うん、あのラジオドラマでも、うん、お姉ちゃんちょっと怖いなっていう心理は見えてたんですけど、うん、あんな怖いとは思わなかったよね。もう普通にアルカナ手に入れたストーリー見る限りでは、あのような片鱗は感じられなかったから。そうなんですね。お姉ちゃんね、思うところがいろいろあったんだね。あったんでしょうね、このね、いろいろコーナーとかでね、たまったの、自由に生きるリストとね、ハーフにちょっと久しぶりにね、絡めてね、楽しかったね。楽しかったです。あとちょっと書いてるけどさ、あの大会のあたりもちょっと描かれるっていうんで、うんうんうん、
俺も突っ込んだんですけど、じゃあ薄明の人たちのその後もその後もみたいな、私最近やっぱ薄明にたどり着いたばかりなので意味が分かったかな。まだちょっと出だ始まりしかやってないので、ちょっとまだ子供がたくさんいるな。そっか、じゃあどうしてその子供だけなのかとかもまだ知らない。今知らないでいて。もしかして薄明の大陸消えてるかもしれないよね。可能性ありますよね。誰も住まなくなったお家はどんどんこうね崩れ落ちていくという噂を聞きますからね。久しぶりに行ったら知ってるやつが誰もいない。になりかねない。すごい超気になるんですよそこ。ぜひね、気になるな。今の私たちの3の世界が薄明の大陸にどれだけ厳しいかってことがよくわかると思います。1年という重みを感じるんじゃないですか。ちょっと進めたいと思います。なんかねストーリー的に、5年だっけ進めたのは、いろいろ結果的に面白いなと思ったけど、そこの人たちのことを考えると重たい5年だな。そんなに年数経って大丈夫、私たちのアルカナ消えてない。大事なけど、みんなしらっとアルカナからいなくなってるってこと、こそうしようじゃない、ね、あれ緑川さんもショートキャラたちがいないみたいな。だからじゃあ今持ってるものは大丈夫だけど、薄明のキャラが欲しい方は今のうちにガチャを回しといて。ガチャ消滅します。いや次は5年後ですもんね。誤報であることを祈りますよ。誤報ですよ。さあ次紹介しましょう。こちらアルカナネーム猫さんからいただきました。先日のゆぐど祭お疲れ様でした。ぼっちで参加してそわそわしつつだったんですが、とある方に声をかけていただけて名刺交換をすることができました。親切なプレイヤーさん。名刺一応持ってってたんだ。偉いね何かで使うかもと思ってね。親切なプレイヤーさんが多くて嬉しかったです。ステージが始まるまでパネルやイラスト展示、年表や写真コーナーなど盛りだくさんで楽しく過ごしました。スタンプラリーもクイズに答えながら進むというのが楽しかったです。公開生放送で生でプレイを見ることができたり、ドラマパートでお姉ちゃん大活躍、大喜利も全員参加みたいであっという間でしたね。手を挙げたいけどとっさに思いつかないと思いながら皆さんすごいなと感じました。物販でもパンフレットやグッズをゲットしたんですが、パンフレットの中身のイラスト盛りだくさんで大満足ですし、座談会もチェンクロ愛をとても感じましたよと。個人的には今年はタイムトライアル180秒を切ることができなかったので、もっと精進したいなと思いましたという猫さんでしたが、ねえ本当ありがたかったですね大喜利。お姉ちゃんのところから、お姉ちゃんならきっと参加しやすいだろうということで急遽プレゼントをまだ最初の2人までは言ってなかったのに。そうですね。ねさっと手を挙げてくださいましたね。他に挑戦してくださって、ありがたやありがたや。でも本当ぼっちで来てくれてありがとうね。よっぽど好きなんだろうね。ドキドキしたよねきっとたどり着くまでに。いや嬉しい嬉しい、本当ありがとう。仲間ができて、でもネームカードもね交換できたそうなので、フレンドにもね実際なれますしね、そこから、ね、あとは私はこのタイムトライアル、バトルロワイヤルがすごく見れなかったので気になってて、あとで優勝者の結果がこうゲーム内にも出てて、超えられたら石もらえるよみたいな、ありましたけど無理無理。っていうかあれ毎年思うんだけど、超えられたらあげますって何考えてんだろうね。しかもすごいです、ね、1個とかだったからやーない、もうやーない、無理無理、バカじゃないのって思うよねあれ。9秒とかですよね確か、9秒。でもあれじゃない、時間があればそのパーティーとか踏まえたりとかいろいろ考えられるから、徐々に縮められるし、そうですね、参考にもできますしね。あとやっぱ東京に出てこられないけど猛者はやっぱそれなりにいるだろうから、ちょっと US 感に浸ってほしい。でもちょっと石もうちょっと上げてほしい。あれ怖いですよね。ね、10個上げたってバッチは当たんないよね。いやでも本当盛り上がったねみたいで、本当現場にいたかったよね。見たかった、わざわざ盗みたかった。盗めない、そう簡単に言うと難しい。リアルイベントさ、ゆいぽんは初めての参加だったわけじゃない、はい、そうです、はい、今年から、
いやでも本当にあのネームカードのお渡し会もやらせていただいたんですけれども、はい、結構ほとんどの方がネームカードを持っていらして、でその自分の好きなキャラクターとか、あとはそのイラストオリジナルのイラストとか書いてる方とかもたくさんいて、すごいやっぱ愛を感じましたね、チェンクロの、でもすごい楽しかったです。またなんか来年もこうなんか参加できたらいいなって、ね、はい、思います、ジュノアさんからいただきました、パーソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。ゆぐど祭お疲れ様でした。とっても楽しかったです。僕はゆぐど祭にぼっち参加だったのですが、緑川さんの仲間にあふれているので一人でもつながろうって言葉に勇気をもらって声をかけ、二人の方とフレンドになることができました。ちゃんとフレンド枠をね残しておいたのも偉いよね。いざ公開しようと思ったら誰か切らなきゃみたいな。いっぱいだみたいな。嬉しい、こうやってどんどん仲間が増えていくとやっぱりね、ゲームも楽しくなりますから、魔人とか倒すときなんかねフレンド様々ですからね。そうですね。あとやっぱちょっと顔知ってるとなんか、あこの人今ログインしてるんだみたいな、なんか同じ時間だみたいな、なんか遠くだけど近くに感じるものがありますよね。これからも仲良くしてください、ぜひぜひ。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、続いてはこちらのコーナー、新アイドル999。リスナーの皆さんが自分が大好きなアルカナについて熱く語るコーナーです。こちらイグド祭の夏の陣でも実際に新アイド999のユーザーさんが何人いるかみたいな話題が出ておりましたね。はい、イグド祭ではですね114キャラが新アイド999に到達するという話題が出まして、ね、すごいね、すごいんですよ。これはどう、もう分かってるというか、なんかもうデータで、もう出てる、偉い人は把握してらっしゃるのですな。そうなんだ、運営さん側が把握してるんだ。最近怖いぐらいに把握してるっていうのが分かりましたよね。そう、そんなに知ってるんだ。どんぐらいダブルエースラキャラ打ったかっていうね。そうだそうだねえ、あのビフル祭の時にも実際に私たちはもうスフィアをいただいていたんですが、ねえねえ、あでも俺思ったほどじゃなかったよ、そんなに。だってダブルエースレアのキャラクター、いつ何どういう時に使うか分かんないからって、そんなに売ってないから、もう私多分まだ売ったことがないかもしれないです、もしかしたら。あそうか、ダブルエースレアはもったいなさすぎて、あのとりあえず4凸をしなきゃとなるので、売らないですね。ですね、はい、ね、私はあのね、あのレジェンド復刻フェスで、あのその時に出たやつはスフィア2個もらえるんですよ、売ると。そっか、そうなので、だからか、だいぶあの時は売っちゃったな。そうだね、そう、あのカインとツルを頑張って出したかったけど、その間に他のキャラがどん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 出てどん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 エレミアさんとかだいぶ売っちゃいましたね。そうだよね、そうだよね、そうだよね。私でもね、自分が思ってたよりはなかったよ。あそうでした。なんか加減がわからないというか、なんか自分の感覚だとだいたいこのくらいかなって思ってたの5分の1ぐらいだったな。これあの主観の問題なんでね、あの数字を言うことはね、あのいろんなことに支障が出てくるので避けておきます。私たちはこっそり聞きましたけど、びっくりしました。あら本当に、はい、こんなもんかって思っちゃったんだけど。おかしいな、おかしいなこれ。多分でもこのね、新アイド999に到達してるような人たちはそんなに売らないようなカテゴリーの人かなって思うんですけれどもね。そっか、いやいや、あのありが四突した後の人たちだからね。そうですよね。まあね、もう十分活躍してくれてるんだよ、うちのキャラたちは。うん、かわいいかわいい。ちなみに私すごく気になるデータがあるんですが、おばさんの親愛と999の方がいらっしゃったとか、ね、いたいた。え、おばさんってあの町のおばさんですか。あのおばさんです。仲間に入れると結構みんなに迷惑をかけるあのおばさんです。あ、そうですか。逆にそう、おばさんと親愛度上がるんですね。上がったな。
えサブに入れて、うん、ずっとなんかサブにいたらこう強いキャラクターだったらね、サブで999はまずいでしょう。そうなんですよ、なかなか上がりにくくなっちゃうから、だからまあメインにいるんだろうけれども、でもモチベーションが分かんないな、うん、このおばさんっていつから手に入るアルカナなんですか、ね、そんな大昔じゃないよね、今年の春とかでしたっけね、エフリルフールのなんかそんな、うん、その、あそこから999ってずっと毎日めでてんだろうね、おばさんのこと。とりあえずなんかおばさん999にした人、はい、このラジオ聞いてたらなんかこういろいろどういうモチベーションだったの か, 確かになんかこれおばさん999にしたらなんか面白いんじゃないのかなとか、いろいろどういうふうに思って999にしたか教えていただきたいなって、漏れなく紹介しますんで多分ね気になってる人多いと思うんでね、はい、ぜひ聞かせていただけたら幸いです、よろしくお願いします、はい、お願いします。うちのおばちゃんをそこまで可愛がっているさあさあ、皆さんはおばさん以外のね、あのどんなアルカナを愛しているのでしょうか。こちらは本当に999じゃなくても愛があれば大丈夫ですよ、ということでメッセージを紹介していきたいと思います。はい、ラムレーズンさんからのメールです。私事ではございますが、この度2017年7月12日結婚おめでとうございます大好きなキャラのテレサさんを無事親愛度999にしました。早いな、コーナーの通りですわ早いな、一目惚れして以来どんなクエストでも一度は彼女を連れて挑んでいました。先日のレジェンドフェスでリリさんを守る騎士として帰ってきたので本当に頼もしくなりました。火力としてもユグド最強の聖剣という名を冠にするにふさわしく、パーティーによってはクリティカルで4万ぐらいダメージが出たりしますよ、強い。超必殺技のモーションは狂気に満ちたボイスと全力で武器を振り回した後、アイドルのような可愛いウインクに毎回キュンしております。ちなみにアルカナへのモチーフ武器ボーパルバニーにはウサギの絵が描かれていると皆さんお気づきになられたでしょうか。知らなかった。今月末のレジェンドフェスではリリースも登場するので、ぜひ手に入れて絆を深めていきたいと思います。どこだろう、そんな武器があるの。あやちゃんに教えてもらってさ、あのテレサにつけたの、はい、ぴったりだからって言われて、はい、でもどこにウサギの絵があるの。わかりませんもうつけちゃったからわからない。つける前はだって見られなくない。あそっか、一回転させるとかですか。どこかにあるんですかね、ウサギの絵。私はその武器を持っていないので何もできない。そうですよね、見れないね。結構ねあの、はい、いっぱいこう痛そうな武器なんだよ。本当だ、トゲトゲというかなんかノコギリのように血がついている。キャーそうテレサ様は今日です。確かにどこ、嘘、全然わからない。あこっちを見ればいいんだ、このイラストの方を見たら。でもそれでもそれでもわからない。うすら、それかもしくは好きすぎて幻覚が見えてるってことないよね。どうにかするとウサギに見えるとかいう感じですか。あなるほどね、目を細めるとか。ありがとうございます。さっぱりわからない、うん、ねえ、ぜひここだっていうところを指定して教えていただけると、ね、私たちには写真とか送ってきていただければなと思います。なんか皆さんが今一生懸命探しているんですけど、前のテルサとか見ればいいのかな。あそういうこと、なるほど。バージョン1の方のテルサ、いやこれは違う武器だ。わからない、わからない、ダメだ、わからなかった。皆さんも探してみてくださいね、はい、ということでメッセージありがとうございました。引き続き皆さんが親愛度マックスなチェンクロのアルカナを教えてください。お待ちしています。この音は、この音はひょっとして今新しい深淵の渦がまた新たにできたという噂の。あらどなたか早出しで。誰かな。あ私だ。ですか。そうなんです、今回は大分ではなくあの都内なんですけれども。あまあ魔人また増えましたから、ね、そうなんです。新しいのが、新しい魔人は今生徒に出てると聞いております。私生徒の方に行って、あの東京の生徒に行ってですね、倒してまいります。頑張って、お願いします。一回手に入れてですね、皆さんにどんなキャラクターかご報告したいと思います。まあね、今日もちょっとイレギュラーな感じなんでね、気をつけて。じゃあ行ってまいります。行ってらっしゃい。
式ウェブラジオチェンラジ。続いてはこちら、チェンクロ最新情報。このコーナーではチェンクロの最新情報を紹介していきますですが、はい、なんといつもいてくれるチェンクロ運営担当の酒井さんも深淵の渦に巻き込まれて、本日不在でございます、はい、大丈夫ですかね。はい、あの 私ね、あの夏の陣には参加できなかったので、今日はお二人に酒井さんの代わりを務めたいな。うちさん、まあできるだけ頑張ろうかなと思いますけども、まあそうですね、いろいろあの、はい、なんだろう、まあチェンクロをやっている私たちとしては、はい、あの冒頭でも言いましたけれども、うん、そこで何が発表されるのか、はい、うん、本当に知らなかったので、はい、そこがメインと言っても過言ではないぐらいちょっと楽しみだったんですけれども、はい、いっぱいありましたね、うんうん、本当にそんなに頑張っちゃって大丈夫なのかっていうぐらいいろいろ新しい情報があったんですけれども、5つあったんですよね、うん、でも5つを紹介し終わった後に、うん、あのお客さんもなんか皆さん全員でこう運営さんを心配するって大丈夫ですかでも本当それはだってこのラジオとかでもやっぱりね、うん、あのそのそういう話とかしたかもしれないけれども、そこまでやんなくていいですよっていうことまでやってくれたりするじゃないですか、うん、まあ、仕事なんだろうけど仕事以上に愛を感じるなっていうことは多いんですけれども、うんうんうん、輪をかけてちょっとすごかったんでね、その辺ちょっといくつかピックアップして紹介していきましょうかね。はい、はい、まずは配信日の本日7月31日より4周年記念レジェンドフェスにてリリスが登場です。いよいよですね、待ってたよ。未来に祈る聖女リリス、 CV 桜彩音さん、イラスト和田アルコさん、6月末のレジェンドフェスでテレサが登場しましたが、いよいよリリスが登場します、うん、はい、テレサは僧侶がいると自身のクリティカル発生率とクリティカル威力が上がるというスキルがありましたが、リリスは残武器の味方がいると自身の通常回復の回復量が上がるというスキルがあります。なるほどね、テレサリリスコンビでパーティーを組んでみるといいですねと。まあでもそう、うん、これは組むでしょう。割ともうね、はい、テレサ引いた人はリリス意地でも取りに行くんじゃない、はい、あ、そう思ってます。うちさんはだってもうそういう感じでお話進んでるしね、やっぱ他の僧侶でもスキル上がるけど、うん、はい、あの威力上がるけど、やっぱりリリスで行きたいっていうのもあるし、リリス自体が本当ね、前も言ったかもしれないけどすごい僧侶だったんですよ、うん、っていうなんかお話だけは聞いてるなので、はい、マリナだっけ今、はい、あ、そうです、相当強いですけれども、うん、はいはい、でも昔の何その力加減で言うと、うん、リリスはもっと強くならないとおかしいだろっていうのもあるから、はい、より楽しみですね。どんだけ強くなるのっていう、うん、でもちょっと意外だったな、この残武器の味方がいるとっていうのを、割とマリナもそうだから、はい、ちょっとその辺違った感じにもなるのかな。例えば騎士とか そういうので上げたりするのかなと思ったら、はいはい、残ですか。僕は割と残武器のキャラが多いので嬉しいですけれども、ね、確かに、これは誰とでも残がいればリリスの回復が上がってくれますもんね、うん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 、いいの残いいのもうリリスは本当最初私がチェンクロ始めたばっかりの頃にガチャ回してリリスっていうのが出ましたって言った緑川さんにって言われて、その時からリリスには思い入れが本当楽しみ楽しみ、はい、そして同じく7月31日からレジェンドフェスに新しいキャラクターカティア、アレス、ヨシノの3人も登場しますよ。そう、リリスだけじゃないんです、うん、魔法兵団師団長兼教育実習生カティア、 CV 内田真彩ちゃん、イラストひとわさん、魔法使いですねカティア、うん、そして聖騎士団長、聖典の大正義アレス、 CV 柿原哲也さん、イラスト龍哲さん、アレスは騎士のままです、うん、そして麗しき姫剣豪ヨシノ、 CV 内田真彩ちゃん、イラスト黒沢哲さん、ヨシノも戦士ですね、うん、はい、お、ここでレジェンドフェスの紹介映像が届いているみたいなので、うん、みんなで見てみたいと思います。ラジオ聞いてる皆さんも見てください。おー、
人々のため、そして君のために行けよ君のために我が大正義。おおかっこいい、長野オーラみたいなかっこいいメラ。アンさんならおこの背中任せられますな。華麗に行きますよ。素敵。あすごい。ちょっと剣士っぽくなくない？なんか魔法っぽかった。確かに私の授業ションがすごかった。カッティア。この平和は壊せない。先生っぽくなってる。わ。貴様には教育指導が必要なようだ。かっこいい。あ、なんかバフっぽいやつ。カティアといえばこれからがある。もったいないくらい幸せです。あなたの意志に祝福を。わー、綺麗。魔法陣。命を背負う。いや、いいですね。一回、あ、え、え、え、欲しい。何あれ。欲しい。なんだ。ちょっと普通に今のスキルをこう解説してるところを止めてみたい。はい。ちょっと詳しく見たいですね。俺普通に家で見るとき絶対止めてみるから。すごかった。すごかった。一体何が起きたんですかね。そうですね。なんか一定間隔で視聴回復するっていうのは見たんだけど、もう一つ何だったの？何だったんですか？なんか範囲というか、そうですね、全域に範囲が広がってて、めっちゃ広かったですね。あれなんだろう？これは回復ですか？何だろう？でも敵陣というか、敵陣じゃなくて敵陣にこう広い範囲で広がってましたね。何だったんだろう？ここに資料がないからもう流れていってしまった情報が分かんないんだけど。まあでも同じような感じのスキルプラスきっともっと強いスキルの組み合わせなんだろうけど、あの地面に出る最近よくあるパターンの魔法陣がかっこいいし、かっこいい、かっこかわいいって感じね。そうでしたね。そして何あのステンドグラスみたいな、はい、リリーが言いました。後ろに絞ってる。いや最近は性能だけじゃなくてそういうのでも欲しくなるからね。いや本当に、ね、いや手間かかってるのは分かるけど、はいはい、あれ見るのはちょっと多分最近楽しいんだよね、うん、しかもそれが伝授できるっていうのがまたいいですよね、まあ、ものによっては全く同じ表現じゃなかったりもするんだけど、うん、そう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 、でもちょっとそれ引き継げ、自分のお気に入りのやつに引き継げたりするといいもんね、うん、あれはいいですね、はい、うん、はい、はい、そして現在、スタートしております、5体目の天魔となる一点視界の天魔ヒザルビンが、登場しております、うんうんうん、CV 小山力也さん、イラスト平正さん、職業はとつぶきの戦士になります、うんうん、他の天魔と同様に全ての職業で使用できるマナを持って戦闘を開始というアビリティがあります、うん、さらに一定回数敵のダメージを反射するスキルを持っています。はい、ということで新たな天魔が登場しました。とつぶきですか？ヒザルビン、とつぶき、先ほど多分ラジオに載ってないんですけど、はい、武器を忘れて深淵の渦に向かってた今井さんがね、とつぶきの傘を傘を忘れて戻ってきましたっけね。今からとつぶき同士で戦うわけですね。かっこいい。もうでも最近あれですね、力也さん多いですね。力也さんってだけで強そうな感じしますけれどもね。ぜひぜひ手に入れてみてください。そして、8月1日からは新コンテンツ年代記の塔がスタートしますよ、うん、こちらは強敵が次々に出現する塔を攻略していく、パーティーコストが無制限なんですけれども超高難度コンテンツとなっております、なのでね、コストの高いキャラクターテーマとかいますけれども、それを好きなだけパーティーに入れて臨めます、うん、でもまあそんなにとつってなければいいですけれども、天魔とつればとつるほど本当にね、うん、恐ろしいほどあの成長素材がいるので、レベルが低い子はお金もなくて、はい、そう簡単にレベル上がらないかもしれませんけれどもね、好きな感じで組めるので、うん、ぜひチャレンジしてみてください、はい、で深淵の渦のようにですね、ホーム画面に専用のアイコンが登場して、うん、専用のチャレンジ券を一つ消費して挑むことができるようです、うん、で年代記の塔では1つの階層ごとに3つのバトルが発生して、階層を制覇していくごとに階層クリア初回報酬としてマナオーブと呼ばれる新たな報酬が獲得できます。だから1回ごとにあの一区切りがある戦いを3回やらなきゃいけないっていうことですね。
はい、で、同じ階層内では一度出撃したキャラクターは他のバトルに出撃できない決まりがあるので、うん、はい、当然3パーティー作らなきゃいけなくなるってことですね。難しいですね。で、ここで注意ですけど、バージョン違いも出撃 NG、はい、衣装違いとかね、はい、いろいろありますけれども、はい、また絆や伝授として設定したキャラクターも、一度出撃すると他のバトルで出撃できません。だから絆もちょっとか結構考え直さないといけませんね。伝授、うん、なので、なるべく強いパーティーをね3つ用意して挑んでみましょう。そして、その報酬のマナオーブですけれども、これを獲得することで年代記の力というものが解放されます、うん、マナオーブを獲得するごとに年代記の力のレベルがアップして効果もどんどんアップしていき、バトル中に一度だけ特殊な力を発動することができます、うん、まあこれイベントで見た限りではなんか1回だけ使える全体攻撃みたいな感じでしたけれども、成長するとそれがまあ微妙に変わってきたりするのか、セレクトできるのかちょっと分かりませんけれども、まあちょっとそういうものも今までなかったんで楽しみですね。まあまだちょっとうちらもふわっとしてる部分があるんですけれども、まあなんだかんだ明日からなのでね、とりあえず皆さんチャレンジしてみてください。そうですね、なんかこう解放されてから7日間でしたっけ、はチャレンジ券を使って、うん、チャレンジできるけれども、うん、みたいな、うん、期日が過ぎると閉じちゃうみたいなのがあるので始まったらすぐやってほしいですよね。そうだね、僕らはね早めにちょっとチャレンジしましょう、うん、あちなみに3パーティー組まなきゃいけないと、はい、サブ入れて、はいはい、何人だ20人くらい、まあ、キャラが必要だけど絆とか含めたら、いやー、でもパーティー組めそう。私ね多分難しいんですよね、うん、結構今の段階でも同じキャラクターを使って、うん、クエスト行ったりしてるので、多分こう強いパーティーを組もうと思ってもできてなんか2つな気がするんですよね。頑張って、うんうんうん、3つってなるとなかなかやっぱりその絆とかも ね変えなきゃいけない。そして12人使うのか、いやいや難しいですね。ちょっととりあえずキャラクターをガチャ回して増やすのかなって思っても、リリスも増えるし、はい、そうですね、ぜひぜひガチャ引いていただければ、うんうん、お待ちしておりますので続いてアルドラとミユキが夏衣装バージョンとして登場です。なんだって、いやこちらがですね、うん、もう会場で何ですか、イラストも見たんですけれども、うん、やっぱ男性陣多いのでなんか歓声がこう自然と出るんですよね、うん、きっと声が水着みたいな、まあ、でもね、めちゃめちゃかったです。なんだかんだで水着出しませんでしたからね、浴衣もあったけどね、はい、ちょっと初耳ですよ、私は聞いてないよ、はい、アルドラ、CV 内田真彩さん、イラスト萩谷香織さん、そしてみゆきが CV 立花梨花さん、イラスト川澄さんとなっております。アルドラさん脱いじゃったの、めっちゃセクシーですよね、アルドラさん。やっぱアルドラ好きな人きっと内部にいるんでしょうね、フィギュアにもなんとかあるんですか、ね、そして意外なのがみゆきもこれもいるんでしょうね、うん、好きな方が 数ある中でみゆきが来るかっていう、うん、確かにみゆきは、まあ、氷というか、うんうん、だけど常夏、ねはいはい、は大丈夫なんですかね暑さ弱くないんですか、大丈夫なんですかねでも楽しみ、うん、私こういう期間なんですか、そういう衣装を着てるキャラクターの、うんうん、カードをまだ持ったことがなかったので。そうだよね、はい、でもなんかあれだね、浴衣とかそういう男性キャラの浴衣がいいな、なんか私欲しいとか、ね、そうなんです、イベントでずっと浴衣いいな浴衣いいな鎖骨いいなって言ってました。そう、過去に浴衣ベルナーっていうのがいて、浴衣ジンベじゃない、ジンベだ、あれにはだいぶやられましたけどね欲しいね、いつかね復刻とかあればいいなと思います、うん、なんか毎回そう、うん、専用武器とかその限定武器とか出てて、はい、浴衣の時はなんか綿飴とか、欲しい、そうだったけど、水着の時もあるのかな、水着だと何ですかね、スイカ、スイカ殴る感じですかね、きっとあるのかもしれないので、うん、そこも皆さんお楽しみに、うん、はい
続いて魔法少女リリカルナノハリフレクションとのコラボが決定しました。こちらは8月8日火曜日15時から8月17日木曜日14時59分までコラボ限定クエストが開催されます。高町なのは CV 田村ゆかりさん、フェイトテスタロッサハラオウ CV 水木奈々さん、そして矢神はやてCV 上田かなさんなどのキャラクターが登場。そして現在事前登録を受付中です。事前登録ではガチャに登場するキャラとは別の WS レア高町なのはがゲットできますよ。はい、他にも夏の陣では総勢100人で戦いに挑む絆の大出撃の情報や新たなるタイマタクコンテンツの開発、そして2017年第1部の主人公とフィーナが帰還するという情報が発表になりました。まあ、ついに具体的に出ましたね。なんか1年前も主人公の絵は見た気がするんですけれども、割とふわっとはしていたので、まあついに2017年は帰ってくるようなので、もうちょっとでもそういうお話がそういう流れにはなってきてるからね、本当に一番おいしいところで出るんでしょうけれども、もうちょっとの辛抱だと思います。すごい盛り上がったよね。いやすごかったです本当に。なんかあの後からちょっとツイッターでゆぐど祭でどうだったんだろうなと思って皆さんの感想を見てたんですけど、やっぱそのムービーで泣いたっていう声がすごく書いてあって、やっぱそのずっとやってきた方はそれだけ思い入れがあるからもう見たら泣いちゃうんだなと思って、すごかったですね。歓声もすごかったですし、なんかうわーってなると本当にこうなんて声のなんか波というか、うわーってなんか本当に来るんだと思ってすごかったです。ね、はい、私その場にいなかったんですけど、聞くところによると緑川さんがすごく気になっていた点があったって聞いたんです。ガチャガチャ主人公ガチャなのかどうかを必要に気にしていたのか、リングなのか、ね、でもそこじゃないんです。んって言ってましたね。それではないの、ご安心くださいってでも言ってます、はい、気になりますけど、気になる、はい、じゃあフィーナはどうなんだって言われフィーナはガチャなんじゃないのかおい、ピリカはどうなるんですかね。ねえ、ちょっとねまだ詳しくは分かりませんけど、まだちょっと先なんでお楽しみに。はい、そして、チェインクロニクルフォースアニバーサリーユグド祭2017にて販売したグッズなんですが、4周年記念パンフレットチェインクロニクル3クッションカバードールがなんと温泉の通販サイトオトマートでも販売開始が決定いたしました。すごい、ぜひこの機会にお買い求めください。ということでチェンクロ最新情報をまとめてお伝えしました。チェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、お届けしてきたチェンクロ公式ウェブラジオチェンラジ、そろそろお別れの時間になってしまいました。はい、はい、先ほどちょっと気になってるところ、V をもう一度見させてもらったんですけれども、はい、いやリリース強そうですね。いや本当に普通の攻撃というか技は1マナで、あの中回復じゃないや、そう前はね昔のは2マナで中だったけど、はい、1でしょうだけど、ど超必殺になると味方全体の HP を一定時間一定間隔ごとに中回復、そして同時に毒衰弱も回復する、ここまで一緒なんですけど、その後その後範囲内の味方の攻撃力と防御力が一定時間上がる、これだったんですね。でも、はい、まあ超必殺だけど1で中回復っていうものもすごいね。はい、どれぐらい攻撃力が上がってくれるのか、防御力が上がってくれるのかもちょっと気になります、ね、あとまだねうちらのこの収録の段階で分かってないんですけど、はい、2色のマナがあるから、まああれはテーレさんのことを踏まえて騎士と僧侶の2色なのかなっていう、いやなんかこう見るとこうこれから騎士と僧侶が結構皆さん使われるのかなって、なんかね役に立ちそうな、ね、楽しみですね。それに、はい、明日から新しいコンテンツも始まりますよね、はい、とりあえず皆さんいろいろ試行錯誤してパーティー組んでやチャレンジしてみてくださいませませ、はい、さてこの番組は毎週月曜日の19時頃に配信されます。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージは番組メールフォームから送ってくださいね。
そしてここでリスナーの皆さんに精霊石1個のプレゼントのお知らせです。 URL は https://sgap.ps/ringoame リンゴ飴です。こちらにアクセスしてください。受け取り期間は8月7日月曜日18時59分までです。ということでここまでのお相手は緑川光と内田彩と高木ゆりかでした。バイバイ。この番組は株式会社セガゲームスの提供でお送りしました。